2019年のレポートでは日本は陸上交通の効率性等6項目で1位を記録した。旅行・観光競争力レポートは世界経済フォーラムにより2007年以降公表されている旅行・観光業の世界各国の事業環境に関する研究報告書である。旅行・観光業の利害関係者に向けたプラットフォームの提供を目的としている。 報告書内では各国の事業環境に関する評価を旅行、観光競争力指数として算出した上でそのランキングを掲載合わせて各国の具体的なプロフィールや補足情報が掲載されている過去の旅行、観光競争力総合順位2019年におけるレポート内の評価基準は前回同様4のサブインデックスと各 サブインデックスに付随する合計14のピラー、さらに各ピラーに付随する合計90のサブピラーから構成されている。各サブピラーでは国際的に公表された既存データの引用に加え、世界経済フォーラムが各国で投資判断を行うエグゼクティブを対象に実施したアンケート結果のデータを併用していることが本報告書の特色となっている。レポートでは 各サブインデックス、各ピラー、各サブピラーのすべてにわたり、指数化、ランキング化がなされているが、ここではピラーに関しては、名称の列挙に留め、各サブピラーにおける日本の順位のみを示した。和前回と比較し順位の上がった項目は、順位の下がった項目、無印は前回と同じ順位を示す。可能とする。 環境ビジネス環境安全とセキュリティ健康と衛生人的資源と労働市場情報通信技術への対応旅行観光に関する政策と可能にする諸条件旅行観光の優先度国際的オープンネス価格競争力環境の持続可能性インフラストラクチャー航空交通のインフラ陸上交通と港湾のインフラ観光のインフラ自然 文化資源・自然資源文化資源とビジネス旅行、旅行、観光競争力指数は、転居となるデータを1から7までの数字による尺度に変換し、算出されている。ありがとうございます。